ネゴロ寺、ネゴロ州は、戦国時代に、紀の国北部のネゴロ寺を中心とする一帯に、居住した僧兵たちの集団である。西賀州と同様に鉄砲で武装しており、傭兵集団としても活躍した。ネゴロ州を構成した主な一族としては、ネゴロ寺の僧帽の一つである杉の坊を拠点とした、津田剣物をはじめとする津田氏や泉州イスタニの、皇子僧市などが知られている。 織田の長を狙撃したことで有名な杉谷禅樹坊が、門徒という説もあるが、根頃州は信長には、好意的で、信長の奇襲性罰にも加勢し、京都を馬揃えにも参加していた。しかし、信長の死後、小牧、長久手の戦いでは、西賀州と共に、大阪を攻め豊臣秀吉の神体を治むから占めた。戦後は秀吉による奇襲性罰が起こり、 根ゴ大前を中心に抵抗した。西賀州の鈴木タスク大イが、東道高虎に暴殺されると、伊勢に逃れ、徳川家康に従い、なる正重を組頭とする根ゴ組同心として、内藤新宿に配置される。関ヶ原の戦いの際は、正重の組下として活躍する。また、根ゴ寺岩室坊印主であった、田中一族は、慶長5年頃秋の毛利鹿神となり、 根殺しを称して、長州藩主として続いた。松江に、幕末の過労職であった、根殺しんすけやその子寝殺親穂がいる。ありがとうございます。